まったく面倒なことしかせんな、お主は。なんだ、もう酔っ払いの愚痴か。この程度の酒で酔うものか。酔わずとも言わずにおれんだけじゃ。お主が会津にいらぬことを吹き込んだせいで余計な傷を抱えるとこだったじゃろうが。おお、なんだなんだガレス、いきなり親の顔をしよって。リベリアだけでなくお主も保護者の仲間入りか。茶化すなバカタレ、少しは反省しろと言っとるのだ。許せ許せ、だが手前は火事し、武器と使い手に関して嘘はつけ。それに結果的にあの人形娘も成長したのだろう。だったらよかったではないか。あの時の合図の落ち込みように説教しようとしていたリベリアも困り果てていたけどね。うん、育児というものは子供だけではなく親も成長させるものだ。何、よくある話だろう。ちっとも悪びれておらんな、こいつは。大体お主らは過保護すぎる。鉄は熱いうちに打つもの、痛みを覚えることも成長には欠かせんものだろうに。そんなこと、お主に頼んだ覚えはないわ。前途のある冒険者は都市の宝、将来の客と思えばこそそんな役回りを買ってやったまでよ。君は合図の将来を期待してくれてるのかい。あの年齢で人形姫だの戦記だの言われておるのだ。将来を嘱望されておる証ではないか。人類の悲願すら担いかねんほどの人材が育つのなら、派閥などとケチくさい話はない方がいい。合図の武器は神ゴブリンに頼んでしまったけどね。それもまたよしだ。あの老人の腕は我が主神様と並び称されるほど、うちでなければ最高のものを与えられぬというほどうぬぼれてはおらん。鍛冶師が冒険者を選ぶのなら、冒険者も鍛冶師を選ぶのも道理だろう。そーら、酔いどれども、追加の酒だよ。ああ、ありがとうミア。たく、騒がしい連中だね。もう少し静かに飲めないのかい。やかましいぞデカブツ、お主こそ客に対して態度がデカすぎだろうに。あんたたちに遠慮するわけないだろう、大間抜け。ここでは私が法なのさ。何が女主人だ。冒険者の頃から何も変わっとらんではないか。まあまあガレス。おお、そうだ、なんならミアにあの娘を預けてみてはどうだ。いきなり何を言っとるんだ、お主は。あのボアズを育てた実績もあるではないか。預けるのが嫌ならお主らが弟子入りしてはどうだ。まっぴらごめんだね。ただでさえ手のかかる娘どもがいるんだ。この上偏屈なドワーフが来るなんざ冗談じゃないよ。落ちとらごめんだわ。何が小さい巨人じゃバカめ、全く似合っとらんわ。その名前で呼ぶんじゃないよ。おお、いいぞいいぞ、やれやれ。そういえば僕以外はドワーフか。やれやれ、冒険者の育成ならともかく子供の教育にはやっぱりリベリアくらいがちょうどいいかな。